容器につられて足を止めてみれば息災のようだな、もがく者よ。え、知り合いなの？人間の友達の少ないやつだと思ってたけど、よりによってお化けとは。エルフか、面白いものを連れているな。2年前といい、全くもって縁に深きことよ。久しぶりだな、おっさん。あんたこんなところで何やってんだ。以前申した通り、我は人外の者どもにあだなす者。我の向かう先にある者もおのずと知れよ。使徒がいるのか、この近くに。あるいはその元凶。そして我の向かう地、それはおそらくお前の求めし地でもある。ちょっと待て。そらどういうことだ。まさか、まさか断罪の塔に奴らが、ゴッドハンドがいるとでも言うのかよ。あの者たちはこの世界のどこにでも存在する。人間の負の思念が大きく渦巻く力場ならばどこにでも。だが同時に思念体としての巨大さゆえ、この宇宙世に肉を持ちて存在することはできぬ。どこにも居ぬとも言える。またわけのわかんねえこと。てめえの小難しい問答に付き合ってる暇はねえんだよ。だが時に例外がある。力場が臨界を超え、本来神の領域にあるはずのものが千年に一度受肉するのだ。お前も見たのではないか、輝く鷹の夢を。おそらく世界中の人間が同じそれを目の当たりにしたはず。それは啓示だ。この宇宙世に鷹を意味する何者かが出現するということの。鷹だと。ガッツ、お話はそこまで。神の力が宇宙世に降りる。そして神の領域の事象がなぞられる。一つ尋ねる。お前と共にいたあの娘は今どこにある？もしやお前の求めし聖地にいるのではなかろうな。何？どうしてあんたがそれを知ってんだよ。神の力が宇宙世に降りる。その念の力場を祭りという。祭りとは本来神事、神の領域の事象をなぞるものなのだ。血塗られた聖地に導かれし羊たちの群れ、彼らが求めしは光の鷹なるもの。そして
お前とあの娘はそのただ中に身を投じることになる。まるでかの時をなぞるがごとく、食が申されようとしている。あれがまた怒るってのか。あれがもう一度。残念だが、この祭りに姿を変える法は人の手にはない。宇津代とは南に移りし月影のごときもの。月影を消すことはかなわぬ。月がすでに天にある以上、月影もまた水面にあり続ける。そしてあれはすでにあったことなのだ。これより起こるは影、死せる太陽に照らされし彼の地より遠く地上に差したる影に過ぎぬ。人と同じ結果になるって言いてえのかよ。我らがこうして図らずもここにいることが何よりの証し。すでに我らは因果の流れの中だ。影だの因果だの知ったことか。それにあんた忘れてるぜ、俺は極めて往生際が悪いんだ。あんたがつけたあだ名だろうが、もがく者ってのはよ。その意味ってのはどうにもうさんくさいんだよ。以前俺に偉そうに予言した化け物がいたよ。逃れられぬ死が訪れるってな。あんたもそうだったよな。だが俺もキャスカもきっちり生き残ってるぜ。あの時は確かにあんたの力を借りた。だが今度は俺が自分であいつを救い出す。そしてとなるやもしれぬ。お前は今狭間の世界にある。狭間とは宇津代と神代の境界線、ほんの半歩ほどだが、お前は世界の断りの外に身を置いているのだ。存外お前は水面に移りしかねではなく、水面を波立てる魚やもしれぬ。忠告しておく。戦うか救うか、思い人は一人にすることだ。庭を得られるほど安くはないぞ。盲目の羊たちの集いし聖地にてまた。